はい、どうもおはようございます。こんにちは、こんばんは。ドラゴン TK です。ではね、前回の続きからやっていきましょう。うん、わかりましたね。ほらよ。んで、あの上の方にある場所にあるところですね。あの2匹やった後にこの上行っていただいて、ん？ここってこっちだかな？せやな。ここもね、結構ね、遠いんで、少しね、ガラキスを買っていただいて、行っていただいた方がいいかと思います。やっぱりね、この上にあるね、あの場所やと思うんですけど、場所的には。うわ、なんかミスあるかな。ゴブリンファイターシールドゴリン、ゴブリンもおるんじゃない？もしかして、お、いた！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 一匹いた！ここら辺の敵もね、買っていきましょうか。シールドゴブリン。いましたね。まさかおると思わなかった。うん、ここね。ここにいて、あと、あの中に、この中にいると思うんですけど、なんとなくね。なんとなくですよ。お、レベル、おレベル40上がりそうね。1、上がりそうですね、あれ。まさかあそこまで上がってると思わなかった。シールドゴブリン、ここにいますね。おお、やっぱあかん。俺一人やとあかんわ。よし、おお、行きましたね。プルトエペね、ここまではね。プルトエペね。うん。2匹、1匹、2匹で、5匹か。んで、平原の、この、廃墟地下室ね。ここ入っていただいて、この中にもいるってことなんで。よし、では、行きましょう。シールドゴブリン、めっちゃおるかな。いや、そこまでおらんか。もう、お前うざいね、ほんま。スリリングかよ。え？あれ、後ろじゃなくても、え、後ろだけしか無理。パターン。よいしょ。ほんまに。死んどけ。この先にもあるのかな。お、いますね、一匹に。もうシールドカブリンだけ倒したら行ってもいいんですけどね。ちょっとやっぱりちょっとはレベルも上げたいし、いい感じの場所なんでね、ここは。宿地のあのあれさあったらいいんですけどね。ここめっちゃなんかいい感じになりそうな気がするんやけど。よいしょ。んーで、ここで何匹かな。一回これで来たことによって7匹ですね。ってことは、4回ぐらい。ん？ですね。4回ぐらい行っていただけたら、ね。この今のルートをね、行っていただけたら、この錬磨団のレベル7もいけるってことなんで。いや、これもね、やっていきましょう。まあ、あ、ローテスちゃうわ。え、どこ来てる俺。テルやて、もうテル村やって。びっくりしたほんま。ローデス行っても、まさか行ってると思わなかった。ちょっとした、俺アホなんかな。ちょっと頭どっか抜けてるとかありますあるんかな。
まあでも、ある程度はね、頭の方はいいと思うんで、出ないと大学なんて出られへんね。出られへんやろうしね。やっぱり。でもってアイディアとかもね、そう。誰しもができることじゃないんでって、あ マジかよ、これ。またやってるし、俺も。ちょっとどっか抜けてますね、俺ほんま。ルーズベル15まではここであげよう。なんや？ここであげようってだけ乗って、あと、それも待って。ちょっと待って、それ。いや。ちょっと待ってください。さっきのあれ何ですかね。めっちゃ気になる。いや、あ、こっち乗ってるわ。ハイヒール平原に賞金首レッドキャップが登場中。序盤のレベル上げはここでかろう。おお、だいぶいいっすね。もう、レベル18なんでね。ちょっと、やってしまった感が。まあでもまあ、そのおかげで5万ゴールドはもらってるんでね、もう。まあ、では。やっていきましょう。あと、4回か。そんな感じですね。14個でいけるかな？いけたら嬉しいな。まあ、あとね、メインクエストとかも受けれるんで、また明日ぐらいね、やっていきたいと思います。ここや、ここ、この先じゃ、お前ら、シールドゴブリンおんのはな、ほんま、シールドゴブリン、ほんま。倒しにくいんじゃ、ほんまに。もうしょ。よいしょ。よいしょ。おお、まだ出てきたよ。まだおるか。まあでもね、こうやってサポートボーン連れていけたらね、すぐ終わるんで。まあ俺のレベル、サポートボーンレベル高いから。で、まあ大体ね、レベル高なけりゃ、時代新書類の方にも行かれへんし、まあこれぐらいのサポートボーンの方のレベルはあると思いますね、全員。もしこれをやってる方がいればね、きっとレベルは高いはずですので、まあ普通に行かれると思います。あ、ここのゴールファイターいたんですね。なるほど。痛い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 。って当たってないけど。当たってないけども。やってもたね。持ってたのに。ああ、なるほど。こっちにもゴールデンファイターいたんですね。あそこで勝ってもいいですね。さっきの錬磨団のレベル5から6か。上げるにはね。そこが一番。まあでも、ちょっとこっちは遠いんでね。やっぱりローテスからの方がいいですね、やっぱ。そこら辺はね。ローグ。シーカーハンター、ファイター、オープニー。よーし、やってくれ。ほんまにもう。この先にね、さっきもいましたけど、いると思いますんで、やっていきたいと思います。おりゃ、おるか。ファイター。スリング。シールド、おほほほ、ゴファイター。なんかな、よいしょ。この敵は普通に倒せんのに、シールドの方ほんまめんどくさいですよね。ほら、ほんまに、お前か、お前か、ほんまに。おっしゃ、今や。おう、ねえ、スタート。スローかよ。
いらねえ。もっと満足させてちょうだい。こっちぐらいも折ったりするんかな。折ったら、いやいや違いますね。あいつら違いますね。多分ね、さっきのシールドゴブリン折る場所が、お、シールドゴブリンなんかいけたけど、いけたけどやな、なんか知らんけど。あ、まだ。しゃあ、これね。ん？あ、プレゼントか。あいつは関係ないですね。んでね、この中ね。あとこの中。宿地の何回もいいけど、スキルあったらめっちゃ今度が楽なんですけどね。まあそこまで上げてから来る人なんてめったにいないでしょうけどね、さすがに。おう、どうした、おうおうおう、ビクサイ。だいぶいい感じになってますね。お、終わりましたね。マスターに刃を向けるものは私が許さない。ではね、テル村に戻りましょう。あとね、昼夜手はゾルダがそのコーションの場所と近道、いや近道じゃん、地下室の場所なんですけど、そこだけやと多分ね4匹かそれぐらいになると思うんですよ。そこら辺ちょっと注意していただいてね、やっていただければ幸いかな。うん、そんな感じですね。あとはまだ入るの忘れた。どんだけ入るの忘れんのやろ。ちょっとやばいやろ。でもさっきにそっちの方やりたいがために頭がそっちに行ってるから入るの忘れるんでしょうね、多分。まあ、中にはそういう人もいるでしょう。まあグダグダ感が半端ないというだけなんでね。そういうグダグダ感が見てて、あ、まだこいつやってるよこんなことって思えるやつだったらね、まあ見ていただけたら幸いですね。まあそういうのが嫌な方がいれば、まあ見ないでいただけたらいいですね。そういうのはやっぱりね、人それぞれ感性も違えば個性も違うし、まあこれは頭の問題なんですけど。俺のね、本当にね、あ、スリング出てきだしてますね。どうやるね。倒れてますね。何？まあこいつらは別に倒さんでもいい、こいつだって別に倒さんでもいいんやけどね。で、こことあん中は2匹か。ここ2匹で、地下室の方が